はい、恐怖の弾き語りでございまして、悲しみの終わる時という曲で、あ、この隣に落ち葉のコンチェルトがありますね。これもちょっとね、ちょっと原曲を聴いてですね、ちょっと構成とかよく分かってないので、まあまあいいんですけどね。はい、悲しみの終わる時は、これは一応3回目でこっちに行けばいいかなという感じで、まあ4回ぐらい弾けばいいのかなっていう、うん、まあまあそういうのね、自由ですけどね、自由ですね、自由ですんで、自分のね、別に何回繰り返してもいいわけです。はい、はい、このメロディーがね、この美しいメロディーが、伝わればいいわけです。はい、でこの曲はこれとこれとこんな感じで、これでもうできたっていう感じですね。ピヨピヨ譜面こうなります。はい、はい、ピヨピヨ譜面っていうのはですね、まあ、ここの説明のところにですね、あとですね、あの何でもご相談とね、まあ、あの何でもですね、はい、そういうのとかね、あとカラオケとかいろいろね、いろいろ、あとピアノが弾けるようになる方法ですね、この説明のところに全部入ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、いろいろ入ってますので、はい、でどんどんね、なんかいい動画撮れればですね、どんどん足していってますので、はい、ね、こうやっていっぱい喋ってるとですね、たまにこう、あ、自分でも、あ、いいなと思うのがね、できるんですよ、たまにね、たまにできるんですよ。まあまあ全部ね、自分がやってることですからね、全部一個も、まあ、無駄はないって言えばないんですけれども、はい、まあその中でもね、あ、これいい、あ、結構いいこと言ってんなみたいなのですね、ちょっとおバカですいませんね、はい、でもそう、どんどん足していきたいと思いますね。はい、でこうなんかね、こう真面目にね、こう真面目にこれはこうですよみたいなね、そういうのは私ダメなんだ。それはね、もういろんな人がやってるからね、そういうのじゃなくてね、これはこうなんですよっていうね、だからこうしてくださいっていうね、うん、そういうのはどうもね、何やっても自由だと思うのでですね、そういうふうにやんないと、もういい加減、もう適当がいいんですよ、ね、もう何にも決めないとかですね、うん、何にも決めないのがいいんですよ、うん、はい、なるようになるわけですね、はい、なるようになるわけです。はい、では、そういうことで、ちょっとこれはイントロなしで、イントロを適当につけてくださいませ。はい、まあこの和音鳴らせばこれでイントロになりますので、はい、ルル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 、誰か歌ってほしいですね。ルルルルルこれやばいね、やばい、この曲、ルル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 、やっぱりですね、ピアノでも弾けるんですけども、やっぱり歌じゃないですか、歌なんですよ。ルル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 ね、楽器もいいんですけど、やっぱり歌なんですよ。ルル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 、ルル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 、もう一回繰り返すね。ちょっと指を動かしていきましょう。はい。ルル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 
まあ感想ですかね。はい、これはねちょっとメロディーをちょっと練習していただいて、あとはこのね押さえ方を覚えればもうすぐできるようになりますので、でその、まあ、編曲とかアレンジとかねそういうのも説明もいっぱいこの説明のところでいっぱい載っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ルルルルルいい曲でございますね。はい、ぜひですねこれはすぐ弾けますのでですね、うん、でまあもっとね真剣にやればねちゃんと、まあね、ちょっとこうすいません真剣にやるともっといい音楽になると思いますね。真剣になればなるほどですね、うん、まあ真剣なだけじゃダメですけどね、やっぱね、うん、難しいですよね、このねいろいろね、やっぱ喜怒哀楽っていう、うん、喜怒哀楽ですよね。悲しいばっかりじゃねちょっとね悲しいばっかりじゃちょっとね、悲しいのはすごいいい感情なんですけど、うん、悲しいばっかりじゃやっぱり嬉しいもないとですね、うん、だからやっぱりですねこの、まあ、私はスピリチュアルのねシリーズもどんどん喋っていこうと思うんですけど、やっぱり究極はもうねありがとうになるわけですね。自らの伝言とかね、自らの伝言が全てですよね、あれがね、うん、ありがとうになって、ありがとうしかないんでしょうね、やっぱね。でもそれがなかなか難しいわけでございますね、このねそういう社会じゃないんですよ今ね、うん、だからありがとうっていうね、うん、まあだから今はね変化の時なので、変化の時なんですよね、変化です、変化しようとしてんですよ、地球自体がですね変化しようとしてんですよね、うん、だからシューマン周波数とかシューマン共振とかね、そういう言葉がねもうみんなが言うようになってますのでね、シューマン共振っていう、ね、シューマン周波数ね、はい、あとね二重スリット実験とかね、いろいろね、いろいろ出てきますね、はい、いろいろ、まあこの年になっていろいろ出てきますね、あったくね、もう最初から出てくださいよっていう感じですけどね、生まれた時からね、うん、いや生まれた時にもう出終わっててほしかったですね、出終わっててほしかった、今は変化の時でございますね。はい、どうもすいません、はい、失礼します。